はいえー、と2019年10月から消費税が10%になりました。その直後、今、この瞬間なんですけども、経団連が消費税10%以上に上げることも重要な選択肢になるというふうなね、えー、レポートを出しております。で、これについて思うことなんですけども、私ね、こういうふうに考えることもできるんではないかなと思うんですよ。今、税金を払うのは誰かということを考えていくと、現役世代が現役で動いている法人税、 そして、所得を得ている私たちですね、所得税この2つを増税すると何が起きるかってことなんですよそうするとですね、今働いている人の負担がぐっと増えるってことなんですよ今働いている人だけの負担がですでも消費税を値上げするとどういうことになるか法人税や所得税を下げて消費税だけを上げるとどういうことになるかっていうと実はですね 所得のなないい方方や法人税税を払ってない方からも税金が回収できる要するに、えーまあ、高齢者からもですねきちんと自分の社会保障費は消費税の中から回収しますよっていう仕組みができるっていうことも考えられるんですよねこういう視点がなかなか語られていないのはあ奇妙なことだと思いますまああんまり思いつかないのかもしれませんよねもう一回まとめますけども現役世代だけが主に税金を払う形にするのか 消費税を値上げすることによって現役世も負担が上がるけどもでも現役じゃない人も税金を払って自分の社会保障費を負担する割合を増やすのかってことになってきますね、まあ、それを込めても私は消費税はいらないと思うんですけども考え方の一つとして消費税をなんでね値上げした方がいいのかっていうふうなあ意見に対しておそらく今私がお話ししたような全体的な思考があるんではないかなと思うんですよ 考えてみればそうですよね。あの所得税と法人税っていうのは、今現役で働いている人に負担をかけるっていうことによって現役を退いた人は税金の負担が減るっていう考え方なんですよ。どうでしょうかね？こういう風うな考えっていうのは私、私はあのあんまり聞いたことがないというか全然聞いたことがないんですけども、私が勝手に一人で勘違いしてるだけなのかもしれませんけどもね。どうなんでしょうかね。うんだから消費税を値上げすると多くの人要するに主にはですね。現役を退いた人からも。 回収でできるってことなんですよ要するに社会保障を受けてる人からも一部社会保障の一部を消費税として納税してもらうって形で全体的には公平な税制と言えなくもないんですよね、うん、で軽減税率ってものがありますよね軽減税率は今差があんまりないです8%と10%なんですけども軽減税率を例えばねあの現段階の10%とあとは贅沢品に関しましては やっぱ50%とか100%とかっていうのはあってもいいんじゃないかなと思いますよね、えー、例えばまあ意味のない高級車ってあるわけですよ、うん、お金持ちであることをひけらかしたいだけの車ってあるんですよまあこういう言い方したらちょっと身も蓋もないと思いますけども例えばね1000万円の車を買う人がじゃあそれが1300万になったら買わないかって言ったら別に買うんですよね300万の差っていうのはちっちゃいわけなんですよ うん、まあでも1000万って言ったら分かりにくいかな例えば3000万の車を買う人がこれが3500万でしたって言ってやっぱやめたってなるかっていうとならないと思うんですよローンの金利がちょっと変わったからって言ってじゃあ払わないわってことになるかって思ったらならないと思うんですよねなぜならそれは節税で買ったりとかお金が余ってるから買ったりとかどうしても欲しいから買うっていうもう効率の目的で買うわけではないからなんですよね そう考えると軽減税率消費税をこのまま維持するんだったら軽減税率をもっともっと極端にするっていう考え方もあるのかなと思います、えー、まあダイヤモンドとかねこれ指出してこれ4000万するのって言ってね、えー、いうセレブの方がいると思いますけども4000万であるよりも5000万したのって言った方がもっとかっこいいと思うんですよでダイヤの原価なんてあんまり関係ないんですよねそうですねファミリーカーを安くするっていうところもあります例えば軽自動車の負担がこうグッと下げるとかね うん、で、あのー、現行で1000万以上の車に関しましては、あかなりね、えこうやって税率を上げていくっていう方法もあるかなと思いますよね。結局ね、高い車って、いくら高くたって売れるわけなんですよ。で、安い車を求めてる人って、安ければもっと買いたくな、買えるようになるわけですよね。で、車っていうのは、実は、車を取得した金額よりも、維持に使うお金の方が経済動かしてますんでね、駐車場代を払ってみたりとか、ガソリンを入れたりとか、あっちこっちに移動したりとか。 でも元々の車が手に入りにくくなるとその消費が全部失われちゃいますんで例えばねあの車を全部補助金あの現行で今ね30万円以下で売ってる車って山ほどあるんですよ30万円以下で売ってる車は全部補助金で出すとかねそういう風にしたら車を あのさ,っさ,っさっさと買えない人もね取得できるようになってそして経費保険料を払ったりとかガソリン代を払うことによって経済を回すっていうような有効な方法が見つかるんではないかなと思いますけども皆さんいかがお感じでしょうかそれでは本日は以上です